かな未来の田川外しちゃえばいいのに相手の気持ち考えすぎてる感情的になるっていけないのかな、皆さんこんばんは。 AKB48 チーム広島県代表のなんのこと奥本彩です。よろしくお願いします。イエーイ。では準備完了前に挨拶をしてしまいました。なんでだろう、なんでだろう、ほら、いつも通り安定にね充電器を挿して、充電器挿してまいりますよ皆様。とら、で今日はちょっと話して歌うからまだ閉める、歌うのだね、まだ開けてたらね近隣住民に迷惑なんだね。でちょっと風向き変えて冷房つける、上に行く風、オッケー、オッケーだ、ぴょん。趣味が出ました。皆さん、言っただったもそう今すぐ切なの愛でも欲しいんだよ、オッケー、オッケーだよ。皆様、本日はまず最初にしなければならないことがあります。それはそれはそれは、あ、なんか落ちた、何が落ちたんだ。それはですね、明日の授業の確認でございます。明日は何があるのか、さてさて、今日話さなきゃいけないこともあるんです。私木曜日コミュ A 英語表現、地理 A 現代文 B、 あ、京都だ、古典 B、 スポーツ理論実行実技、古典と A 表あるけどスポーツ理論と京都の授業あるから、まあ、プラマイゼロかな。明日はプラマイゼロですね、プラマイゼロでした。明日普通でした、普通の授業でした。嬉しくも悲しくもない感じでしたね。そして皆様、私、重大発表がございます。重大発表、私ついに本日席替えをしました。席替えをしました。皆様、ついに私本日席替えをねいたしました。ついにこの日が近づいて、この日が来たよ、席替えの日。私ちょっと待ってね、ついにだよ皆さん、ついにだよ、ほんとついにこの席替えの日がやってきちゃったんですよ。そうなんです、実はね、ちょっと待っててくださいね。ついにね席替えの話がなってたんです。ででね、でね、京都がここにあって、
席があるわけだ。こうやってこうやって席があるわけですよ。こっちが教卓で、こっちが窓際、こっちが廊下側、こっちが窓際で、こっちが廊下側だ。こういうねお席の表があったわけなんですよ。私はですね、前のお席が20人ならね、いや20人ではないんだけど、席がこうあるんです私のクラスは20人ではありません、人の数は。でもなんかなんて言うんだろう、合同の授業みたいなのがあって、その時に使う席でもあるので、私こっちが窓際ね、こっちが窓際、私前はこの席だったんですよ。このね、この窓際から2列目の後ろから2番目のお席だったんですよ。でその前がここだったんです。その前がここだったの。このイケメン席、少女漫画でいうね、このイケメンが座る席だったんですよ。私はそうなんですよ、そうなんです。でその次にここになったんですよ。で本日私どうなるのかと神に願いました。神様大好きです。どうか私をどうかこの席に戻してください。窓際の一番後ろの席に神様どうか戻してくださいと言いました。神様にね、窓に向かって、窓のお外に向かって言いました。部屋のは神様ってね叫びました。私出席番号1番なんですけど、毎回1番でね決まるんですよ。でこの3席がね、この3席がね廊下側からこの3席が、あの目が悪い人がいるのでもう埋まっちゃったんですよ。よっしゃと思って、もうここさえ回避できればいいと思ったので、もうここを狙いたいと思ったんですよ。私は神様どうか、いや、じゃあ願いました。そして9時で名前がピッ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 って動きます。ピッ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 ピー、私は本日このお席になりました。やだーやだー、なんで前なのー、こちらのここもう前でもないけど、まあノーっていう感じですね。以上私のお席でした。以上私の今日のお席でございました。まあ、それ窓際はまあいいんだけどね、窓際はいいんだけどさ、なんで一番前から二番目なんやと思いますね。まあ周りはすごいうるさいからいいんですけど、いいんだけどさね、悲しいですよ。ひやのちゃんはなんでなんだ、普段の行いがいいのに、なんでこういう時に限ってひやおちゃんはって思いました。悲しかったです、すごく。まあでも教頭とたくさん話せるからいいんです、教頭親友なんで そして私なんと7月になったということで、お掃除場所も変わりました。1ヶ月に1回生き返してますか、してます。お掃除場所も変わったんです。お掃除場所も1ヶ月1回に変わるんですけれども、私前までトイレ掃除だったんですけれども、まあ1回もトイレ掃除してないんですけど、トイレ掃除からなんとお外掃除に変わったんですよ。
お外掃除、お外ですよ皆さん、お外でね。でそのお外のねお掃除場所、どこなのか分からなくて、そう分かんなかったんです、どこなのここ。あの私のあの掃除の班は4人いるんですけど、声でかい4人衆が揃ってるんですよ。全員声でかい、もうやばいマジで全員声でかいみたいな。S ちゃんと H ちゃんと K ちゃんとひやのちゃんです。声でかい4人衆、出席番号1から4番、先生にもよく言われます。男でかいなって言われる4人が揃ってるんですよ、私たちは。でまあ掃除をするわけがない。それでですね、マジでガチでガチ目にお掃除場所が分かんなかったの。どこを外って、外ってたくさんあるじゃないですか、どっからどこまでが外なのみたいな。だからその担当のね、担当の先生を探したんですよ。Y 先生って言うんですけど、 Y 先生を探したんですよ。でもね、どこにいるかわからないのに、そんな探せるわけがないじゃないですか。そこで声でかさん4人衆の登場でございます。わい先生ってね、叫びまくりました、 Y 先生の名前を。そしたらなんと Y 先生が来てくれました、こっちまで。そして届いたんですね、私たちの声を。したら、うるさすぎて聞こえた、どうしたって言われたから、お掃除場所わかりませんって言ったの、素直に言ったんですよ。そしたら、ああそうかそうか、初めてだもんね、じゃ あの案内するわ僕がって言って、で Y 先生がね案内してくれたわけですよ。なんか蚊に噛まれたんだけど、かゆ。 Y 先生がね案内してくれたわけです。山本先生違います違います、 Y 先生が案内してくれました。超遠かった、マジで坂登ったかんね、坂登って階段登ってめっちゃぐるっと回ったところで、めちゃめちゃ遠くてもう超疲れたの、行くまでにもう。で、あーやっと着いたかみたいな、ここだからね掃除場所って言われて、で、あーじゃあ今からここを掃除したらいいんですかって言ったんですよ。そしたら、いや今日はねお掃除しなくて大丈夫だよ、今日は雨降ってたからね、地面濡れてるから今日教室のお掃除してくださいって言われたんですよ。なんで来たの、なんでここ来たんですか、なんで来たの、なんでやねんと思いました。こんなめちゃめちゃ遠いとこまでさ来てさ、びっくりしたよ。え、掃除せんのかいみたいな、今日は教室かいみたいな思いました。なんでやねんと思って、せっかくね、せっかく掃除 しようと思ったのにさ、せっかくお掃除しようと思ったのに、部屋の意欲を返せと思いながら、また坂下るのは簡単なんで、なんか飛行機の真似しながらブーンって言いながらね帰りました、教室に。そしたらなんか次のトイレ掃除の人がいたんですよ。いたからトイレットペーパーを持ってたの、取ろうとしてたの、トイレットペーパーを棚から、あのヒアンたちの仕事だったトイレットペーパーね、取ってたんですよ。だから手伝ってあげたの、トイレットペーパーを取るのを。でなんか何個取るのって言われたから、あそこのトイレに持っていく分だけ取るって言われたから、とりあえず6個入ってるペットボトル間違えた、トイレットペーパー6個入ってるんだけど1パック、それを2個開けたんですよ。声でか4人衆は2個開けて全部その子に持たせてあげたの。すごい大変そうだけど持って行ってたすごい大変そうだったよ、めっちゃ抱えてた、こうやって。でなんか着いた頃に落とすかなと思って見てたら落としてました、案の定。面白かったです、すごく。こぼれた、
ひどい。ひどい？ひなめろわかんない。ひどいとかわかんないよ、そんなの。ひどいとかわかんないメロ。ひなめろわかんないメロ。ひどいってなにわかんないメロ。ひなめろはわかんないメロ。そうなんですよ。あ、皆さん、今日からあのマイバッグを持ち歩きましょうね。皆さん今日からねー、持ち歩こうね。みんなで持ち歩こうね。あゆちゃんもやってる。何をやってるんだい。お掃除。うるさいとか言われたけど、ひなめろうるさいとかわかんないメロなんで、かって言うとひなめろはこれが地声だからわかんないメロ。ケントレスハートたくさんありがとうございます。ありがとう。買った方が楽そう。いいえ、皆様、地球温暖化に語る会という名において、その言葉は見逃せないぞ。持ち歩きましょうよ、皆さん。持ち歩きましょう。持ち歩いたらいいことがある。自分いいことしてるなっていうさ、やつなるやん。3円、いや3円でもね、お買い物に3億回行ったら、多分3億円ぐらいですよ。そうですよ、生きてるうちに3億円ぐらいお買い物、3億円回ぐらいお買い物行きます。知らんけど、ヒアノは行く、多分。だから3円毎回買ってたら、多分そんぐらいになる。ざっとね、ざっとだよ。そんなちゃんと緊張じゃない、間違えた、なんだっけ、計算してないけど、ざっとだから3億円ぐらいになるはずだから、使い回すのもよくない。お掃除せい、お洗濯せい、お洗濯してるでしょ、みんなお洗濯。うちもママがしてよ、お洗濯。その時持ってる壁に貼れなかったらレジ袋かな。まあ、それならまあ許せる範囲かな、許容範囲になるかなみたいな、そんな感じかな。自分でしないの？しない。ファストフード店とかは袋食べるなら、まあでも家持っていますって言いましょう。そこは言いましょう。うん、そうです、持っています。 Don't please ビニール、これが合言葉です。何の持ってるの。持ってるよ、ヒアノは。この前ね、ナイスクラップの可愛いトートバッグ買いました、ヒアノちゃん。それは持ち歩いてます、最近は。さっきもね、パック買いに行ったんですけれども、パックちゃんと前袋に入れてきました。袋になって言ってる。エコな生活してるから、してない。でも冷房つけてます、すいませんでした。でも冷房はしょうがない、暑いもんだって。じゃない、冷房は夏が悪いじゃん。夏が悪いんです。暑いから悪い、ピアノが悪いわけじゃなくて、暑いから悪いんです。そうです、ですそう、熱中症になったらあかんしね。はい、皆さんゆっくり熱中症って言ってください。ひなめろやだ。何言ってんの、もう。ということで、雑談タイムを
そろそろ終盤に近づいてきたというか、ちゃうんです今日はね、雑談をしに来たんじゃないの、ひょんちゃんは。そうですよ、雑談をしたいわけじゃないんです、ひょんちゃんは。今日はね、お歌が歌いたいの。お歌が歌いたいんです、私は。なんでかっていうと、今日ね、学校で歌ってたの、ひょんちゃん、ルンルンに歌ってたのにさ、なんか、先生がさ、褒めてきたんですよ、私の歌を。なんか、褒められたら歌いづらくなっちゃうじゃん、逆にね。怒られたらもうとことん歌ってやると思うけどさ、褒められたらもう逆に歌いづらくなっちゃってさ、もうずーっと3時間目ぐらいからずーっと、歌うの我慢してたの。我慢してたから、もうね、ずっとこの辺がもや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 ってしてるんですよ、本当に。だからもう声がさ、いつもよりでかいの分かりますか？もうね、そのせいでの、もう喋ってないと、ずっともやもや、気持ち悪くなっちゃうの、喉が。歌ってないから、今日全然。だから喋り方、今日声でかいから、ちょっと音量下げてください、皆さん。よろしくお願いします。音量下げといてくださいね。お願いします。ちょっと耳壊れちゃったらダメだから、明日病院になんか、昨日ショールームで、ひやのちゃんの配信見てたら、耳が壊れちゃって、硬膜じゃない、なんか耳の膜が、なんか、なっちゃったんです、とかだったらやばいからね、ちょっと下げておいてください。今、いつもより声がでかいのはひやのちゃん、もう、存分ご存知です。この映画ずっともやもやしてるの。なんでかっていうと歌ってないから、もうそれは先生のせい、ひやのちゃんがの今日が声が高いのは間違えた、でかいのは先生のせい、ひやのが悪いわけじゃなくて先生が悪いんです。ひやのに我慢させるから歌を。そうですよ、ひやちゃんヘッドホンで歌ったんですよ、割とね。なんでかっていうと、イヤホンはなんか自分の声がすごいなんかあって、なんか歌いづらいんです。でもイヤホンの方が割といける。トゥートゥートゥマイクテスト、皆さん聞こえてますか？それでは参ります。乗り越え非常口抜けて教室までの最短コースさ、ふと隣を見たら遅刻常習犯、君と競い合ってた。螺旋階段登ってゆくとき、短すぎるよ。君のお尻がチラチラ目立つ。あと数秒後には授業チャイムが鳴る。そんなこと気にしていられない。今は脇目も振らずに同じゴールまで走れ。この僕はドキドキドキ恋の予感。
せ F 席に座っても、なぜか心臓落ち着かないんだ。先生の話は眠くなるよ。頭は君のことでいっぱいさ。窓の向こう見たら2年C組で、君もまた授業に飽きていた。ちょっと不思議なくらいに同じ行動をしてる。何が好きとか何が大事とか、きっとピンとピンとピンと一致するんだ。どんな漫画とかどんな音楽とか、二人のセンスはシンクロときめき。の息遣い脈の打ち方、僕はドキドキドキが多いのよ。この曲は、うまうまいいですね、いいですね。ごめんね、ごめんごめんよ、ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ。戻ったかな、戻った、ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ。落ちたんです、ショールームのアプリが落ちちゃった。ごめんみんな様、ごめんごめんね、ごめんね、落ちちゃった。プチュンってなんかホーム画面に戻った。ごめんごめんね、ごめんみんな、ごめんね、みんなごめんね、びっくりしたね、ごめんね。あ、唇からロマンチとか地下とか歌いたいな、でもダメなんだ。久々な歌だこの曲は。分かってる、それでも近くにいるの。
好きですね、こんな曲。はい、歌えるかわかんないけど歌ってみよう。歌えるかどうかは別として、まあチャレンジすることが大事ですからね。そうですよ。まあギリギリセーフなんじゃないですかね。坂道48のやつめっちゃ好きなんですよね、曲。まっ、風が吹いて青い空が広がって、なんだかいいことが起こりそうだよ。色とりどりの花が一日咲き始めたら、あまりその頃に恋をしたいと思った。 T シャツ一枚じゃまだまだ寒いけど、外に飛び出そうか。駅へと続く並木、違う景色だ、違う木漏れ日のマドンナ。君を知っているよ、ずっと前から偶然見かけるたび気になってた。通り過ぎてた恋の日かけ、ちゃんと勇気出して声をかけたい。少しだけお話ししませんか。
誰かのことを生きたかった、遠く憧れていた願いが叶った。聖樹はいつだって生きとし生けるもの、成長させるんだ。ざわざわしてるプラタナス、一瞬風が止んで向いた微笑みのマドンナ。君をしたかった、もっと近くでどんな笑い方が聞きたかった。何もできずに想像してた、だから恥かいてもいつゆんだ帰り時間がありませんか。今でもどきから偶然見かけるたび気になってた。通り過ぎてた恋の気にかけ、ちゃんと勇気出して声をかけたい。少しだけお話ししませんか。心をのおくしよう、マジ好き。いいですね、好きでございます。今日元気系の曲ばっか歌ってるな。快速は止まらない、通過するかと思い、電車の窓ほら一瞬だけどホームタウンへ、君の姿毎日同じ時間に合わせて
るわけない。どんどんと良くないのは換気じゃなくて動体視力。プラトニック止まらない、このままで構わない。ハートの奥ギュッ、君は遠くて。プラトニック止まらない、思い出が早すぎる。もうすぐ冬ギュッ、ガラス窓が息で曇る。タグだやないかーい。ありがとうございます、ありがとうございます。最強ツインテール歌いたかったらないんだけど、あ、うまない、最強ツインテールがないぞ。最強ツインテールがない、ということでいきます。
ありがとうございます皆様。そんな優しい眼差しで見つめないで私のことを。だってわがまま言ったのは誰か誰かわかってる。少し素直になれたなら長い夜は続いたのに。ここで降りるとつぶやいたフリーウェイの道の端。胸の奥にチカチカ点滅してるハザード。あなたを試しても悲しい。
スのアクセルをもっと踏み込んでよ。思い出を振り切るスピードで、シートのアクセルをあなたが回してる。これ以上愛しちゃいけないと、どこかセーブするのは嘘をつきたくないから。ありがとうございます。うまっI'm not afraid to die.
ということででございますね、皆様。そろそろラスト曲の方に行きたいと思いますね。ラスト曲の方に参りますよ、皆様ね。やばっという間にね、1時間過ぎまして。びっくりしております、今時間見て。え？もう、こんな時間すか？みたいな。びっくりしておりますね、今ね。それではラスト曲はですね、今までちょっと原型の曲をたくさんたくさんたくさん今日歌ったので、こちらの曲にしたいと思います。朝の空を見上げて今日という一日が笑顔でいられるように
静電気をねぶっ刺してね、といということで皆様、今日は何曲歌ったかちょっと覚えてないんですけれども、見てくださってありがとうございました。ということでランキング発表の方をしたいと思います。満足できた？できたランキング発表の方を移っていきたいと思います。13位はこっちゃんさん、ありがとうございます。12位かいさん、ありがとうございます。11位ちさん、ありがとうございます。10位くもしろさん、ありがとうございます。9位けんとれさん、ありがとうございます。8位こうじ先輩、ありがとうございます。7位ペロ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 リンチさん、ありがとうございます。6位クラクギーシロさん、ありがとうございます。5位モノトライトアマゾンさん、ありがとうございます。4位ハーさん、ありがとうございます。3位エイチさん、ありがとうございます。2位キャンプチさん、ありがとうございます。そして1位はテルさんです。ありがとうございます。テルさん、ありがとう、ありがとう、テルさん、ありがとうございます。皆様ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。フェムがもっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ、もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました、16歳のんのんこと奥もっとやんです。よろしくお願いします。皆様 SP ギフトもたくさんたくさんありがとうございます。奥もっとありがとう。はい、ということで皆様1時間ちょっと配信お付き合いください。誠に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 ありがとうございました。また明日もしたいと思いますので、ぜひ見てください。ありがとうございました。バイバーイ。3210アデュー。バイバーイ。バイバーイいい夢見ろよバイバーイ。おやすみなさーい。